して米朝間の話し合いさらに続くでしょうし見守りたいと思いますけれども現時点では基本的なところでまだ大きな溝があるというふうに思います。問題が中心的に北朝鮮からはネックになっているということで、我々からするとですねこの作業全体をですねやはりこの共同声明を実施していくということについてですねもう少しその具体的な中身に入った議論すべきだというふうに思っておりますしこの金融問題をですね大きなこのブロックとしてですね全体を進めないというのは建設的なアプローチだとは思わないと。